はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回紹介するのはYmirというゲームですね。このYmirというゲームは 4X マルチプレイヤー戦略ゲームですね。各プレイヤーが、石器時代から始まる豚の文明を発展させ、開発していく都市ビルダーの要素もあるゲームですね。ゲームはワールドマップと詳細マップの2つの主要なインターフェースに分けられています。各ワールドタイルはゲーム開始時にランダムに自動で生成され、プレイヤーによって探索、支配、開拓することができ、地域の気候に沿った自然環境の中で育った植物、鉱石、動物などの資源を集めて開発していくっていうゲームですね。なかなか名作です。今回はね、過去のプレイ動画なんですけども、ぜひチェックしてみてください。はい。ということでね、我々はランダム生成されたマップに降り立ちました。まあ、どこにね、まず入植するかっていうのね、考えなきゃいけないんですけども、一点、ここを見てください。これはね、他の部族がいるようですね。今後、我々は、このね、他の部族と争いになる可能性はあります。で、このね、真ん中にいるのが我々ですね。一応ね、国民、ネーションをね、モロトピアンという名前にしました。でね、リーダー、私これですね、モロトフという感じですね。やはり豚なんですね。で、どうしようかな。綺麗ですよね。ちなみにこのゲーム。かなり映像が。で、どうやら今いるのはなんか湿地帯みたいな感じですね。ここは結構ここ良さそうだよね。で、ここ来ると川があるんだね。川も魅力的だね。やっぱり水があるところっていうのは一つ重要なところだとも思うんで、あと何やら、羊の群れがいると。つまり羊の群れっていうのはお肉になったり、川になったりするんだと思いますね。まあ、基本的にはね、ここでね、例えばここに入植した場合、ここでこう、村を作っていくわけですよ。国を作っていくわけですね。で、まあ、周辺に行ってね、領土をどんどん広げていくと。場合によっちゃ、もう一つの町をそっちに作っていったりっていう感じですね。まあ、ひとまずどうしようかな。ちょっとトライブ近すぎんのね。他のトライブが近すぎんの嫌だから、ここにしようか。で、羊必要だったら狩りに行くっていった感じにしましょうか。ここに入植です。よいしょ。はい。そうすると、こうやって歩いてってくれますね。基本的にリアルタイムのね、ゲームになってます。ゆっくりの時間ですが、着実にね、流れているって感じですね。早速、熊だということで、どうしようか。寝たふりをする。全員ね、村人全員寝たふりをする。もしくは戦っちゃうっていうね。いきなりの選択ですね。人口はどんぐらいいるんだ ?85。でね、85にもね、子供赤ちゃんがいたりね、年寄りがいるんですね。で、実際にね、アクティブなのっていうのはほんと少ないんですよ。だからちょっとここはみんな寝たふりをするっていう必殺技でいきましょうか。どうなったんだろう。大丈夫なのかな？あれ？ちょっと一人死んだかもしれないね。まあそういう感じで早速やっていきますか。そしたらば入植ですね。まあ定期的にね、様々な、こういったイベントがね、いろんな感じで発生するようですね。はい。ということで、ここに降り立ったようですね。大陸のね、右上っていった感じかな。マップは広大そうですけどね。これが我々ですね。非常に原始的な、民族です。というのも、ちゃんとしたね、定住のね、知識すらないっていうようなね、本当に流れ者たちの寄せ集めですね。そんな一族って言った感じですね。ちょっと周辺を見ていきましょうか。まずはね、水をね、確保しなきゃいけないよっていう感じなんだけども、水といってもね、多分こういったところは簡単に確保できないんじゃないのかなと思うんですね。というのは海水だから。難しそうだな。で、ここに何やらなんかいるね。鳥かな？はいはいはい。魚がいますね、ここに。これなんか岩があるんだね。お、やった！ここに泉がありますね。泉。だからここで水が確保できそうです。やりましたね。ちなみにこういう感じでなんか深い海藻が見える。っていう面白いね、作りになってますね。はいはい。じゃあ、まずは水を確保から始めましょうか。っていうのは死んじゃうからね、みんな。先ほど言った通り、なんか熊に襲われたいきなりね、風にも、アクシデントがあって、今現在なぜか73人。前回、さっきはね、85人ぐらいいたと思うんだけど、なんか減ってるね。あれからやっぱり熊に襲われたのかな、いっぱい。水。はい、ここに置きます。これでね、水を多分定期的に確保してくれると思います。そしたらば、若干チュートリアルがあるんですけども、ハンティングしなさいと言ってますね。ハンティングね。はい。お肉、こっちで取れるみたいだよ。新設設計ですね。何これ？なんかくるくる回ってんだけど。ウサギがいるね。じゃあ、ウサギを取りましょうか。ここら辺ならば、どこでも効率は一緒そうですね。お肉が取れる確率がね。で、続いて、あとは心配だからね、ギャザーしましょうね。何か植物系をね、ここで、ゲットしていくと。どこがいいかな。この生産効率というかなんか、取れる量が違うんだよね。見ていくと、38ポイントとかね、0.38 かな。これがね、一応高いところが良しとされると思うんで、さっき50があったかな。ここだな。50を見つけたんだ。ここだ。よし。まあ今の現状のね、拠点とは言えないんだけど、もう本当にこれスラム街のような感じで、かろうじてテントでね、ここで今その日暮らしをしてるって言った状況と、これは何かというとストックパイルですね。まあこういったコロニーシムには絶対必要な倉庫で、ただね、地べたに置いてあるだけの倉庫ですね。お肉があって、なんかさっきの野菜かな？ここら辺はね、細かくここで見えます。ハンマーが8個あって、木があって、石があって、フリントが15個あって、皮があって、お肉があって、さっきのリンゴです。で、ジャベリン。これは武器ですね。槍。投げ槍。そして水があると。ただ水は今ゼロだから取ってきてくっていう感じで、プラスに転じていくんだね。プラス 0.2 どんどん溜まっていくよと。マイナスなのは逆にちゃんと取らないとまずいよっていうやつですね。まあそういう意味ではね、徐々にアップルとか取っていくと思うんで、見ていくと、プラス5取って、プラス 0.5 ね、プラス 0.5 取ってくるみたいだから大丈夫じゃないのかね。そしたらば続いてね、必要なものとしては、フリントを作ってくださいって言いますね。あ、フリントをね、集めてくださいって言ってますね。フリント。火打ち石ですね。どっから集めるのが効率いいんだろう。やっぱり、あ、ここすごいわ。ここはもうフリントだらけ。じゃあ、フリントだらけなんで、ここからね、集めちゃいましょう。よいしょ。でね、集めたフリントから何ができるかっていうと、ハンマーが作れるんですよ。ハンマーっていうのは道具だからね、いろんなものをこう立てるのに必要なんだけど、消費するんだけど、ハンマーを作るための道具ね、このツールメーカーっていうのをフリントの隣に作っておきます。そうするとフリントを取ったらば、そのままツールメーカーの方に物が行って、ハンマーを作っていくと。そうするとこのハンマーが増えていくっていう、仕組みですね。当然フリントはフリントで増えていくと思うんですけどね。こんだけの資源があれば。ほら、もう早速こういう感じでやってます。で、これちょっと残念な話なのかもしれないんですけど、基本的にこのね、キャラクターがちゃんとここに行って、仕事をして、それの人が疲れたら戻ってきてっていうような動きは取らないみたいですね。うん。ウォーリアーが我々のところに参加するということでどうしますかと、ウェルカムっていうか、いや、お前らは来るなというか。で、10人のウォーリアーですね。ぜひ参加してもらいましょう。はい、ありがたいと。で、今若干お肉が、消費と、なんていうの？生産が追いついてないね。ちょっと気持ち悪いね。このままだと餓死する可能性があるなぁ。そうか。さっきね、大マップ、ワールドマップで羊がいたよね。あれを早々に取りに行く必要がありそうですね、今回は。で、その前に続いて木を取りましょう。何をやるんでもやっぱり木が必要だからってことですね。ここがいいんじゃないの？木。あ、45。45か。45がマックスならば、ここに置いとこうか。ね。ここがいいかな。はい。だから、結局こういうね、資源を見ながら、マイナスになってないかよくチェックしていくっていうことが非常に重要だと思いますね。で、のんきにね、ただこういうことをやってるだけだといけなくて、敵の襲撃、他のね、トライブとか、あとは本当に蛮族みたいな奴らからね、襲撃受ける可能性があるんで、それに備えましょう。そのためには、いわゆる軍隊、民兵をね、組織していく必要があります。今回はね、守備。我々のね、この、まだ間もないね、このね、村のね、防衛をちょっと固くしていきましょうか。防衛は民兵にやらしましょう。ミリシアですね。ミリシア。で、このミリシアの名前が、ザ・オールド・ピックスというね、若干渋めの名前ですけども、そういった組織を作ります。民兵は基本的に、防衛だけですので、石を投げるというすごい原始的な攻撃タイプのキャラたちをね、10人集めておきましょうかね。で、このゲームっていうのはテクノロジーね。テクノロジーレベルっていうのがあって、様々なアイデアを思いつくんですよ。で、それをヒントにテクノロジーをね、増やしていくといった感じで、他の部族からもそのテクノロジーをね、やり取りしたりっていうこともできるみたいですね。まあ、情報交換ですね。そこら辺が非常にディープな感じだと思いますね。はい。チュートリアル的には、もう少し増やせと。民兵をね、防衛のための。20人増やす。20人にしろって言われたんで、作りましょう。ただ今9人。マックスで20人作れる組織なんですけども、多分人口が少ないのかな。9人になっちゃってます。まあちょっといいでしょう。あとは、さっき言った通り、羊をね、取りに行きたいなと思うので、あと、その前に、民兵がどこを守るか、ね、設定しておきましょう。基本的にこのフォーメーションを作った場所の周辺を守るんだろうね。ひとまずここでいいと思いますね。ここら辺も守ってほしいけど、これはね、あくまで、仮のね、テントをここに作っちゃってるってことだから、後々テクノロジーを習得して家をね、定住するための家を作っていきたいと思います。ここら辺にね。で、続いて、アーミーをちょっと組織しましょう。さっきね、アーミー、ウォーリアーたちが10人来たんで、ちょうどそいつらをね、アーミーとしたいですね、我々の。はい。でね、このアーミーの名前、ザ・フレミング・ピックスという名前になりますね。いいと思います。はい、設定しましょう。ウォーリアーです、今回は。これですね、ウォーリアー。多分すでにいるんじゃないかな。何人必要かな。まあ、最初はそんな多くなくてもいいと思いますね。人口がちょっとやばいから。10人ぐらいの組織にしときましょうか。はい。どうかな？これで結構、大丈夫じゃないかな。で、合わせて、このウォーリアーっていうのは、防衛のためじゃないです。逆にね、遠征のためですね。エクスペディションですね。なので、ウォーリアーだけでね、外行ってもね、何もね、物資を持ってこれないっていう可能性があるんで、追加の人たちとして、キャリア、ね、運び屋さんを、数名連れて行きましょう。例えば3人ぐらい。マックス9人連れて行けるみたいだけど、人口がいかんせん。で、こうすると、彼らのインベントリーっていうのが増えてきます。要は75アイテムね、持って帰れるよっていうことですね。持ってけるよ、持って帰れるよって言ったとこだと思いますね。はい。で、これで、ウォリアー10人と、もうキャリアがいるんだね。で、現在の我々のね、政治体制というか、組織状況を見ていきましょうか。そうした場合、ここで見るのかな？違うな。ここで見るんですね。テリトリーメニューということで。我々の人口はさっき言った通り82人なんですね。ただし、いろいろね、みんな仕事をもうすでに持っていて、農業をね、ギャザリングしてるよね。植物を2人、3人ぐらいがやってますと。で、あとはフリント取ってるんで、マイナーが2人いますと。アーティサンズっていうのがいますね。これは多分道具作ってる人たちですね。そしてピグレット。多分これは子供かな ?46 人ぐらい子供がいるのかな老人たちが3人。ね。あと、メス豚っていうのかなメス豚が20人いると。まあメス豚は多分戦争できないよってことだと思いますね。で、そういう意味では非常にね、今、宙ぶらりんになってる働ける男っていうのは、オス豚っていうのは6匹なんですね。人口の中であと6匹が今、宙ぶらりんだよっていう感じだと思いますね。そういう解釈だと思います。このゲームね、本当にね、難しいんで、何度もやってね、トライアル&エラーをしながら楽しんでいくっていうゲームにもなってますね。はいはいはい。じゃあ、もうね、ミリタリーも組織したんで、今、ミートが確実に減っているので、外に出ていきましょうか。はい。そしたらワールド画面ですね。ここにいるって言いましたよね。15? 14匹いるんだね。うん。まあ大丈夫でしょう。そしたらば、これは我々のね、内部にいる人たちですね。防衛のための人たち。お、すでにウォーリアーがいるんだね。ここにもここにも。じゃあ、この2つのね、チーム一気に行かせちゃいましょうか。ね。そういう時は、こうして、こうで、ハントですね。で、彼も行かしちゃいましょう。これでね、ハント。よしよしよし。こういう感じで戦ってもらいます。でね、こうリアルタイムでちゃんとね、戦ってる様子っていうのも見れるんで、今回お見せしましょう。はい、これが隣のね、マップですね。非常に細かいです。うわぁ、羊がいた。で、我々はここにね、多分キャンプ場一時的なものをね、作ったんですね。ここに今、組織されている軍隊がいます。さあ、彼らが動き出しました。彼らは選抜隊かな？さっきの11人ぐらいのウォーリアーかもしれないですね。残りのウォーリアーはまだ、お、ここに来ましたね。ようやく到着。さあ、どこを狙っていくんだ？羊はどこにいるんだ？ということで探しているのか、もう目的はね、決まっているのか。ちょっと見ていきますか。多分これ狙っていくよね。下のやつも、あ、こうやっていかないといけないよっていうことで、こう狙うんですね。はい。4匹と5匹。ね。そして5匹だから、ここで全部だね。ここにもなんか羊いるんだけど、これは違う羊かな？はい。やっつけた。やっぱり羊は簡単ですね。ウォーリアーごときね。ウォーリアーで行くんかっていうね、感じはありますけど。はいはいはい。どんどん行った。さあ、なんか棍棒ぐらいしか持ってないですけど、我々のテクノロジーレベルがね、低いから。さあさあさあ。いい BGM ですね。うん。どうやらね、このゲームはね、一人の開発者がね、8年かけて作ったらしいですよ。まだまだね、改良されると思いますけど、アップデートされると思いますけど、すごい力作だよね。うん。ひょっとしたら、私がね、今やっているリムワールドなんかよりもね、全然すごいゲームかもしれないですね。はい、ということで、Battle is over ということで、みんなね、狂気乱舞してますね。はい。これでいいかな。で、いなくなりましたと。で、ちゃんとね、インベントリー見ていきましょう。お肉21。大量だね。レザー6。そして、ウールですね。羊の毛が3。彼らはちゃんと持ってんのかな？あれ？彼らと彼ら。彼らがそんな感じで、彼らはキャリアがね、いるから、こっちはもっといっぱいじゃない。ね、お肉42。すごいね。こういう感じでね、戻ってきてもらいましょう。そしたらば、こっちに戻すと。そうすると、お肉の量が多分一気に増えてるんだと思います。何やら面白いよね、このゲーム。この絵も独特でね、いいですよね。私結構好きかもしれないな。このゲームは名作でしょうね。まだまだ、軍隊到着してないのかな。お肉が増えないね。あ、ここにお肉あんじゃん。よし。一回一回これでね、荷おろしをちゃんとするというリアルさですね。面白いね。よしよしよし。よかったよかった。これもだね。はい、アンロードしていきましょう。結構我々ウォーリアーが多い感じがするな。ひょっとしたらね、タブ族を攻めることも今後、積極的に早い段階でできるかもしれないですね。うん、うん、うん。まあ、とはいえども人口がね、あまり多くないよっていうアラームも出てますね。うん、軍隊のね、組織が十分の人数いないよって言ってるね。つまり全体の人数が少ないからだよね。もっともっと、この村大きくしていかなきゃいけないのが直近の課題です。はい。今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続き気になるって方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そしてね、このチャンネルメンバーシップ募っておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは。